皆さんこんにちは。今回のヤンデレちゃんは科学実験をやります。工作室でのクリエイトと似た感じで、隣の科学実験室で様々な薬品を作れるようになりました。薬品の作り方と使い方のおさらいをし、新しい要素を軽く検証してから、最後に新要素を利用したチートありの、オールキルチャレンジをしてみようと思います。科学実験をやるにはスタディポイントを使って、科学のランクを上げる必要があります。ランクは通常1週間ではカンストしないので、少し工夫する必要があります。まず街でローレグパンティを購入。これにより日に利用できるスタディポイントが倍になります。1日1ランクというペースで、ヤンちゃんを成長させることが可能に。さらに図書室の自習でスタディポイントを追加します。ちなみにこれもローレグパンティで2倍になります。金曜の朝までになんとか、科学のランクをカンストさせることができました。では実験のための素材を集めていきましょう。料理部部室に3つの素材が置いてあります。あまり深く考えずまとめて回収してしまいましょう。残りの素材はすべて科学実験室に置いてあります。工作と比べてランクが必要なだけあって、素材集めはかなり楽ちんですね。薬品名は難解で瓶も似たり寄ったりのため、こちらも深く考えずまとめて回収してしまいます。早速薬品を作っていきましょう。実験は科学実験室のグレーのテーブルで行います。素材は上から順番に合成するという、シンプルな構成になっています。マスタードと塩でサイト毒を生成。吐き気を催すやつですが、普通の調味料から作るんですね。こちらは既存の薬ですが、おさらいを兼ねてざらっと効果を見てみます。弁当に入れると腹痛を起こし、トイレに駆け込んで嘔吐します。いや、ボイスがリアルすぎだろ。その後は食欲がなくなったのか、午後の授業が始まるまで教室で過ごすようになります。いろいろ応用が可能で、便器に押し付けて溺死させたり。手を洗いに来たところで、感電させたりすることができます。園芸部の倉庫や町のショップで手に入る、殺素剤も同じ効果の薬です。チラミンとフェネチルアミンで頭痛毒を生成。便箋とありますが、実際に科学として正しいのかは不明です。これを飲ませると文字通り頭痛を起こし、ひどい頭痛がして、何か薬をもらえませんか？鎮痛薬をもらって、次の授業が始まるまで保健室で待機します。また保健の先生が戸棚を開けた隙に、トランキライザーという薬を盗むことができます。アセトンとクロロホルムで睡眠薬を生成。元の薬剤もなんとなく聞いたことがありますね。この薬の効果は頭痛毒と似ています。こちらは先生に話しかけずに、ベッドに直行してしまいます。このまま午後の授業が始まるまで眠って過ごします。またこの薬は生徒を誘拐するときに使うことができます。保健室の棚にあるトランキライザーは、このゲームでは睡眠薬と全く同じものになっています。頭痛薬を使って盗むより、直接作ってしまった方が早いですね。酢酸と炭酸バリウムで致死毒を生成。いかにも凶悪そうな見た目をしてますね。これを飲んだ生徒は、問答無用で点に召されることになります。小鹿ちゃん、毒液を食べて駆除される。この毒は強敵ライバルちゃんを倒す、有効な方法の一つとなってますね。
いや幼様子を見に行ってやれよ。この薬を作るには科学ランクが4必要ですが、科学ランクが1あれば戸棚の同じ薬が盗めちゃいます。ちょっと理不尽なのでそのうちに修正が入りそうですね。硝酸カリウムと砂糖で陰膜爆弾を生成。これはもともとアルファベットキラーにあったやつですが、通常ステージでは新要素になります。煙幕の半径 2.5 メートルの範囲で、窃盗排除盗撮など何をやっても気づかれません。非常に強力ですが一度きりしか使用できないです。ちなみにアルファベットキラーでは、一度に5発チャージでき何度でもチャージできました。この煙幕、いつの間にか投げる時の音に、生徒が振り向くようになってしまい、とても弱体化してしまいました。捨てるスキルをしたい場合は注意が必要です。では強敵たちに煙幕がどの程度通用するか、軽く検証してみようと思います。まずは先生から。Just what do you think you're doing? 先生はヤンちゃんのアタックに反応するから、やはり煙幕の意味はあまりないみたい。生徒会にも攻撃を仕掛けてみます。おお、うまくいった。生徒会って意外とこういうのに弱いよな。最大の強敵ライバルちゃんに挑戦。まあそうなるよな。悔しいのでライバルちゃんの前で、幼を排除してみます。ステルス自体は効果あるみたい。実験で作れる薬は全てインフォちゃんからも買えます。煙幕は100インフォポイントでかなり高額ですね。オス、ヤンデレちゃんです。これから煙幕でオールキルをするという、チャレンジをやっていきます。まず先生対策で武道部に入部しました。水着姿なのはあえて警戒される姿で、やってみようということからです。通常の煙幕爆弾でオールキルをやりきるのは不可能なので、チートで煙幕の機能をパワーアップさせました。ステルスの範囲を拡大しずっと煙が出るようにしてます。またライバルちゃん対策として水と電気を用意しました。一応目安としてタイムも測ってみます。職員室に入る瞬間でスタートです。先生のところにも煙幕を貼りましたが、あまり意味がないですね。武道部の効果だけで買ってます。かなりいい感じで排除できてますね。クラス全く気づかれずに排除できました。この調子でどんどん排除していきましょう。
ライバルちゃんには電気を使います。ここちょっと気象現象みたいでかっこいい。あれ？倒せないぞ。あ、やべ。You think you can take me? Bring it on, girl.ここまでやって気づかない周りもすごいよな。反応の悪い生徒が何人かいるみたい。前から行くと反応するのかも。先輩がいますが全く気づきません。さてジェノサイドエンディングに行けるか？タイムは5分32秒。世界記録です。というのは嘘でこれはチートでした。これでも5分かかるので、今の9分とかのレコードのとんでもなさがわかりますね。では最近恒例になってきた、先輩エンドで締めようと思います。高評価チャンネル登録、通知の設定をよろしくです。